明けましておめでとうございます。おめでとうございます。さあ時刻は7時30分を回りました。1月12日火曜日、シーウェーブ千住でクロスエンタメライブのお時間でございます。イエーイ。いやー、どうもどうも、はじめまして。はじめまして。私、この後の番組つながる鍵の方で MC を務めさせていただきましたが、今月からですね、第1週と第3週の MC を務めさせていただきます。ボンバーさやかと、とまだキャッチフレーズのない鶴巻かえと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。今日初めましてなんですよね。はい、初めましてです。鶴ちゃん可愛いね。お優しい、お優しい、かわいい。鶴ちゃんは何を目指してるんですか？あ、まあ、声優を目指しております。声優、いやー、はい、合うよね。声優の子、アイドルになれる感じがしますもんね。いや、かわいい。マイクが震えてるってこの感じがいいですね。ありがとうございます。鶴ちゃん、今日からよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。鶴ちゃんは第2週と第3週の担当になるんですよね。はいはい、せいじいさんと一緒に。はい、一緒に頑張っていきたいと思います。はい、せいじいさんとじゃあ来月一緒になるのかな。あ、来月一緒になります。なる、はい、そうかそうか、気をつけてね。 ありがとうございます。すいません。さあ、お正月つるちゃん、はい、どこにいました？あ、実家の新潟県にいました。しておりました。あら、いいお正月過ごせました？はい、よかったね。美味しいの食べれた？はい、食べれました。いいですね。つるちゃん、年言っても大丈夫？あ、大丈夫です。何歳ですか？22です。聞きました、22歳。私25歳ってことにしとこう。さあ、というわけでこの番組は毎回ミュージシャンをお呼びし、30分のライブとトークをしていく1時間の番組です。はい、さあ、今宵のゲストは誰なんでしょうか？はい、はい、つるちゃんにご紹介していただきたいと思います。はい、お願いします。はい、1月12日火曜日、千住でクロスエンタメライブのゲストさんは、はい、ポテイトさんが登場いたします。イエーイ、どうぞ。ポテイト、スイートポテイト、スイートポテイト。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。まます。さあ、では引き続きプロフィールの紹介をお願いいたします。はい、紹介させていただきます。2014年2月から2015年11月まで歌い回る旅芋散歩を実施し、全47都道府県2周を行脚、全国を歩き、人と出会う、そしてつながっていく、そこで生まれる新しい自分、そこで奏でられる新しい音楽、蒼天の伸びしろを持つ旅するシンガーソングライター、ポテイトさんです。かわいい。かわいいよ、ちゃん。かわいいでしょう。採用。ありがとうございます。ありがとうございます。採用。というわけで、スイートポテトさん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はライブも披露していただけて、そしてトークも繰り広げていただけるということ で、ね。はい、なんと47都道府県を2回回っていらっしゃいますからね。めちゃくちゃなことしちゃいましたね。ねえ、本当ですよね。しかもこの間お誕生日だったんですよ。 おめでとうございます。おめでとうございます。27歳です。なんだろう、全然可愛くないですよ。お客さんと同い年、いいですね。同級生、素晴らしいですね。22歳です。じゃあ25歳です。最年長です。嘘です、私が最年長です。すいませんでした。大変すいませんでした、正月から。申し訳ございません。はい、というわけでこの後ライブをしていただくことになるんですが、はい、ですね、どんな意気込みで演奏していただけますか？はい、あの、初めてこうやって歌わせていただきますので、はい、いつも通りのライブの感じを交えて歌いたいと思いますので。なるほど、よろしくお願いいたします。なんかちょっと漫才風な感じの、完全に、ね、今この感じが今漫才ですよね。ですよね、はい、ギター持つんで。わかりました、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっと準備をしていただいて、はい、はい、その間私たちは喋っていた方がいいですかね、弾いた方がいいのかな、初めてだからわからないっていうね。行き当たりばったりでね、はい、よろしくお願いします。来週もじゃあ鶴ちゃん私と一緒だ。あ、ね、2週続けてよろしくお願いいたします。お願いします。楽しみですね。はい、なんかこういう声優さんになりたいとかありますか？あ、そうですね、目標にしてる人とか。新しいタイプの声優に。おお、いいですね、いいですね。じゃあそろそろスイートポテトさん、あ、準備の方が。はい、勝手にスイートって私がつけているというね。はい、じゃあちょっと私後ろの方からお邪魔させていただきたいと思います。はい、では準備のいいところでお願いいたします。はい、では30分間歌わせていただきます。まず1曲目、僕の曲で角っていう曲を聴いてください。よろしくお願いします。
てきた。ここらでちょっと一休み。笑顔に見えて実は歯を食いしばり。雨が降ればすきありと涙流し。今日という日を生きるのです。僕が僕のために別れあると知っても人恋しくて寄り添いたくなるんだ。凍えてしまわぬようにあの角曲がればそこに君が待っているかな。不確かなものを信じて今僕は歩いてく。足元すくわれた光より穴に近い。手を伸ばしてみても届かなそうです。走り続けても立ち止まっても時は流れ。今日という日とさようなら明日の僕迎えに。何度滑り転んでも空を見上げて希望の歌をそっと口ずさんでいるんだ。あの角曲がればそこは君が見ていた景色かな。たとえ君いないとしても愛してやまないだろう。角曲がればそこに君が待っているかな。不確かなものを信じて今僕は歩き出す。あの角曲がればそこは君が見ていた景色かな。たとえ君いないとしても愛してやまないだろう。ラララララララ、さっきも、紹介してもらったんですけど、僕は全都道府県を、2周してきました。で、東京生まれで東京育ちで、ともかくなんかつまんないな東京にいるだけでもって思って、でお酒も大好きなんで、それだったら、いろんな場所に行ってみて、現地の人ともっと喋ってみて、でいろんな景色を見て、どういうものが、日本にも存在するんだろうってこの目で確かめたいと思って、2周、旅をしてきました。で次歌う曲はそのツアーで、持ってってた CD の中のタイトルソングで、まだまだ、まあ、ニュースでも、嫌なこともいっぱいやってるんですが、でも実際に行ってみるといいこともいっぱいあるんだぞっていう思いで、どんどん旅をしていきたいって思いで書いた、そのアルバムのタイトルソング、世界はきっとっていう曲を歌いたいと思います。
世界はきっときっとこんなんじゃないんだって、今日も明日もほら僕らいつだって口ずさんでんだろう。あてもなく道をたださ、迷うカラスの群れを背中を突き刺す、まだ歩けるのかい無情な問いかけ、答える術は何一つもないし、持っているのはキャリーケースと来た、右か左かは風に聞くだけさ、何でも手に入る喜びなんかじゃなくて、ここにしかない幸せ掴みたくて会いに行くだけさ、あ世界はきっときっとこんなんじゃないんだって、今日も明日もほら僕らいつだって口ずさんでんだろう、あ世界がもっともっと素晴らしいと願って、今日も明日もほらただ目の前の人愛しているだろう、なく見返り求める、履き慣れていた丈夫な怪屈だいぶ破けてきたけど、 Don't worry baby it's gonna be alright 今どの辺かな、架空の勲章をたたえ合うとかじゃなくて、つなげたい広げたい僕にしかない君にしかない点を、 Oh yeah、 あ世界がずっとこのままじゃないってわかってるけど、ただ耳塞いで立ち尽くしてんだろう、あ世界がひょっとひょっと滅んだとしたって、今日も明日もほら僕らどこでだって叫び続けてんだろう、回り続けて転がり続けてる、散りばめられた夢のかけらをこの手で集めていこう、変えてあ世界はきっときっと
男なんじゃないんだって。今日も明日もほら僕らいつだって口ずさんでんだろう。おー汗かいがもっともっと素晴らしいと信じて、今日も明日もほら鏡の前の人愛しているから、時間かかっちまうけどここで待っててよ。同い年なんです ね、同い年。僕昭和64年なんですよ。違う、昭和64年ってあの1週間しかないやつで、1月1日から7日までのだから1年じゃない昭和64年そう昔ね、そう昭和64年って言ったらね、嘘つけって言われてね、図書館のおじさんに怒られたのことを思い出しましたよ今ね。でその本当に、まあ、旅の話をすると、本当なんかずっと東京で、で簡単に歌うことはできるんですよ。その今もう Facebook とか、電話メールで簡単に歌うことはできるんですけど、でもなんかそれだけの関係性って面白くないなと思って、1週目はそのツアーではなく、挨拶回りで、全都道府県を回って、で各地の人とまず喋ってみて、で、まあ、飲んだりもして一緒にセッションとかして、あの2週目でツアーを組ませてくださいっていうことをやってきて、でも本当にいろんな人に助けられてこうやって今も歌うことができるんですけれども、自分にとってその旅と、ライブと、もう、まあ、人生そのものが全部似てるなと思って、とにかくこうやって一瞬一瞬の、人との出会いとかつながりとか、まあ、場所をもっと大切にして一個一個日々大事にして歌っていきたいし、そんな曲を作っていきたいなって思いでやってます。だから、次歌う曲はちょっと、そういう旅の自分の中での答えを探してる歌なんですけれども、僕らが旅に出る理由っていう曲を聴いてください。わからない答えなんてない、でも確かに聞こえるのは誰かの優しい歌声、気がつけばさまよい続けて、どこまで来たかさえわからない、大人になっては夢のかけらポケットの奥にしまい込んでた、近づいてはまた離れ、これでいいのかと右往左往を続けてても、わかることただ一つ、あなたと僕はここにいる、涙がこぼれるのだろう、喜びから
しみなのか。でも確かに感じているのは新しい風が吹いている。出会ってはまた別れ、次会えるかは誰もが知らない。でもわかることただ一つ、あなたと僕は生きている。今なんてどこにもないから、そしてわかることただ一つ、あなたと僕はつながってる。今日も僕らの旅は続いてく。次の曲で、最後にしようと思うんですけれども、本当に今年はその3週目とかではなく、どん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 もう活動拠点は東京ではなく、日本って、言えるので、ともかく日本中どこでももう歌いに行こうっていう感じで、ね、できることなどあれば海外でも歌ってみたいとか、いろんな思いがあるので、ともかくどんどん止まらずに、いろんな人に会って、いろんなところで歌ってみたいと思います。なので今見てるそこのあなた、何かあったらポテイトを呼んでください。よろしくお願いします。そんな、ありがとうございます。出会いをもっともっと大事にして仲良くなろうね、一緒にもっと仲良くなっていこうぜって思いで作った、その新しい CD にも入ってるダンダンワルスっていう曲を最後歌って終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。色とりどりの花咲いてはこっち向いて笑っているよ。Tell me why again、 そのわけをもう一度聞かせてよ。胸のドア開いて、連なる電線は五線譜、さえずる小鳥たちはメロディ、イメージは無限、目に見えるものをいつも信じては、ような言葉をいつも
巻いて、君と僕との距離もだんだん近くなるように、ワルツを踊りましょう。子供たち、愉快なステップ見せるよ。What a wonderful world、 なんて素敵な世界と今日も言えるよ。今僕はここに、ないような言葉をいつもかき集めてはばらまいて、君と僕との距離もだんだん離れないように、そう集めてはばらまいて、君と僕との距離もだんだん近くなるから、ワルツを踊りましょう。ありがとうございました。最後の最後で羽織っちゃった、ナイスハオリング。ありがとうございました。今日のゲストはポテイトさんです。はい、ありがとうございます。さあ、この後は詳しくお話を伺っていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その前にですね、ノアのプロモーションビデオをお楽しみください。どうぞどうぞ。今君のいない空見上げて語りかけて、
明日のことなんて誰にもわからない。昨日を悔やんでみたり明日に夢見る僕の未来なんて誰にも見えない。いつどんなことが起きるかもしれない。当たり前の日々のようでこの星も呼吸している。君の分も生きてゆこう。時代は巡るけど薄れないものがある。新しいもの古いものをなくせないものがある。あの日のこと伝えながらこの星と共にしていく。
小野光平と申します。27になります。静岡県の伊東市、勤務職を7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなっていう思いはずっと思っています。森坂よしこです。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は、僕は1年生の人たちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところがあるんですけど、開業支援をしてくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千住デックロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャンネット放送局 C-WAVE 7階ブースからお送りしております。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。 CWS@senjux.com CWS@senjux.com までメールしてください。お待ちしております。お待ちしております。お待ちしております。ありがとうございますつるちゃんどうでした、今緊張した？はい、アルファベットは緊張しました。アルファベットだけ緊張したのアルファベットはね、アルファベット緊張したか、うん、でもやっぱり声優のね、学校に通ってこうやってちゃんとしっかりボイストレーニングとかされてるから、声の出がね、おきれね、素晴らしいですね。ありがとうございます。かわいい。これが10年後こうなるんですよ、ね、ちょっと、ね、ちょっと本当ねっていうの、ね、おかしいおかしい、ね、さあこの後引き続きですね、スイートではないんですが、はい、ポテイトさんをお迎えしてお届けしていきます。よろしくお願いいたします。どうでした、さっきのライブ、こういうちょっとまあ異空間で歌ってみて。いやだからもうね、むしろその普段やってない空間をやってる時がやっぱ一番楽しいっていうか、おどうやったらその違う空間でもなんか、うん、まあ、こう一体感を作れるかっていうのがなんか僕らのなんか、なんだろう、まあ仕事っていうか、はい、まあ、使命じゃないですけど、やれるようにできるかどうかなんで、うん、楽しいですよ。へえ、なんか歌ってる姿を見てた時に後ろになんか草原が見えました。本当ですか？はい、カウボーイの。あ、ルミネ、ルミネ。あ、デイジ、デイジ、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。草原です。でも草原が見えてなんか爽快感があるというか、はい。ありがとうございます、本当に。あの疾走感があるというか、はい。恐縮ですもん。いや、よかったです。で、私一個気になったのが、ギターに、はい、あのなんかキーホルダーみたいなのをつけてたじゃないですか。あ、あれはですね、あれなんだろうと思って、どっかの埼玉県かどっかのフェスで歌ってた時に、うん、いろんな、まあ、あのお店が出てたんですよね、うん、で雑貨屋さんが出てて、ポテトなんか買ってってよみたいな感じで、うん、本当は買うつもりなかったんですけど、うん、じゃあこのひよこを買ってみたいな感じで、うん、もうその場でつけられて、うん、もう3年以上前なんですけど、じゃあ取れるまでつけるかみたいな。取れないんですよね。おー、なんかいいなと思って、アクセントになってて可愛いなと思って。他にもあと2つぐらい別のとこで、うん、あのもらったもんでつけたりしたんですけど、うんうん、もうそれすぐパッて取れて、そう、あれだけね、しぶとくしぶといんですよ、あれだけ、しぶとくっていうね、すごいっすよね。あ、なるほどね。どうでした、つるちゃん、初めてのライブでこう生で見る機会ってあんまりなかったと思いますけど。あ、そうですね、普段の喋っているポテイトさんと歌っている時のポテイトさんが別人でした。まあ普段って言っても今日あったんですけどね。は
ありがとう。可愛いでしょ、鶴ちゃん。いやもう可愛すぎてね。もうゲストはあなただよ。違います、違います。趣味は何ですかって聞いてください。聞いてください、ぜひとも。もはや聞きたくなっちゃう。ねえ、なんか送り狼になる男性の気持ちがちょっとわからってきたなみたいな気持ちになりますね。可愛いです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそしてですね、はい、47都道府県を回ったということで、はいはいはい、ギター1本持って回りました。そうですね、はいはい、すごいですね。いやいや、そんなことないですよ。あの一番行った中で、はい、すっごいこれ自分の中では驚きだったなというか、概念が変わったなみたいな土地はありました？概念っていうよりかは、うん、例えば、まあ、僕らミュージシャンでツアーをやると、うん、やっぱ大抵はミュージシャン同士の、うん、まあ、交流が深まりますよね、うん、そのライブハウスとかライブバーで基本歌ってれば。でも僕の場合はそのライブハウスライブバーに問わず、いろんなところで歌っていこうっていうスタイルで回ってたんで、うん、例えば石川県の金沢だったら、うん、まず古着屋の社長さんがなんか現れて、うん、まあ、それもなんか埼玉県の人が紹介してくれたんですよね、はい、知り合いが一人もいなかったのが金沢に、うんうん、そしたらその古着屋の社長さんが、金沢の古着屋の社長さんがまず動いてくれて、今度有名な手羽先屋があるんですけど、うん、金沢に提灯屋っていうすごい有名なところがあって、うん、そこの社長にまず話を聞いてくれて、古着屋さんが、そしたらその手羽先屋の社長さんがファッてすぐ動いてくれて、うん、じゃあ隣なんとか支店の隣にある居酒屋だったらライブできるかもしれないよって話になって、今度その居酒屋の社長さんにコンタクト取ってくれて、だからその本当4時間ぐらいで、うん、その2日後ぐらいに金沢に行く予定だったんですけど、すぐに居酒屋で歌うことになって、本当はなんか平日で暇な日だったらしいんですけど、うん、たまたま俺が行った時はボジョレーの解禁日かぶっちゃったんですよ。それじゃあそれでそれを名目にこう常連さんに連絡してくれたらしくて、うん、いきなり初めてやったのにその満席状態ですっげえ盛り上がって、うん、あれはその各やっぱ社長さんたち自分たちですぐにファッて動くあの人たち の, その行動の速さがすごい、もうあれは刺激的でしたね。というかじゃあ47都道府県は本当に人とつながって行った旅旅行というか、そうですね、ね、本当なんですかね、こう初めて会った人になんか、うん、あそこ行った方がいいよとか紹介してもらったりとか、うん、あの人にも絶対会った方がいいよ、ポテイト、うん、気が合うだろうからみたいな感じで紹介してもらってっていうのが1周目でしたね。基本が、うん、2周目はだからその人たちにまた会いに行きながら新しい場所を増やしていくみたいな、へー、っていうことでやってきました、ね、いいな47都道府県ね、いいですね、行ってみたい、行ってみたい、ね、もう行って2人で2人で2人で行く、多分ね鶴ちゃんが嫌だと思う、いいですよありがとう、よかった、もう目がキレキレキラキラしてどうしよう、なんかありがとうございます。鶴ちゃんの真似できるんですよね、はい、できます、お上手ですね、もうありがとうございます鶴ちゃんです、来週もよかったらぜひお越しください、ね、もういつでも呼んでください、はい、ちょっとはいはい、メッセージ紹介しましょうか、はいはいはい、ですね、ラジオネームはどこに書いてるかな、あ、デニコさんからいただきました、皆さんこんばんは、こんばんは、タブレットの調子が悪くて初めから見れていないので MC お二人の名前が分からずごめんなさい、とんでもないです、ボンバさんは存じ上げているのですが、ありがとうございますありがとうございます、ね、すいません、ポテイトさんこんばん は, こんばんは、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、名前を聞いた時にコミックな歌を歌うのかなと思いきや素敵なバラード歌詞をはっきり歌っているので聴いていて気持ちがいいです、ありがとうございます、 CD 郵送します切ないメロディーの中にも希望に満ち溢れた歌詞いいですねといただいてます、はじめまして、鶴ちゃんと言います、鶴ちゃんです、はい、はい、まだキャッチフレーズのない鶴巻かえと申します、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、この後第2週第3週のね、はい、エンタメライブを担当してくれる MC になりますので、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いいたします、どうぞどうぞ皆様重ね重ねよろしくお願いいたします、お願いいたします、さて皆さんに質問です、はい、バス停でバスを待っていたら隣に知らない男の人または女の人が来ました、しばらくしてたら雨が降ってきました、自分は傘を持っていないです、その見ず知らずの人の傘に入れてあげることはできますか、バスはまだ来ません、ちなみに私はできませんでした、冷たい女と思われたかな、ポテイトさんこれからもたくさんいろんなところに行ってたくさんの人たちと触れ合ってください、お体には気をつけて、それではまたバイチャーといただきました、ありがとうございます、見ず知らずの人をこう傘にこう入れてあげることができるかどうかということですが、多分やってんじゃないかな、やりそうですよね、うん、旅そういう感じですよ本当に、ポテイトさんはなんか、うん、私初めにスイートポテイトさんってつけたんですけどなんかねちょっとたらし系が入ってますよねたらし系ちょたらし系というと言葉があれだけどこうなんかさりげなく女性を口説きそうな感じ、あ、ね、そうねえねえそんな感じが、そうですか
あ、そう。そうそうそう、そんな気がします。だからこうさりげなくこうね、パッと入れてあげれそうな。だってその人と俺しかいないんでしょ。その人と多分いない、そうですね。はい、バス停で待ってる。だって他にいてだったらなんか不平等になっちゃうじゃないですか。あ、そうですね。なんであの人だけにやんのみたいになっちゃうから、はい、ちょっと難しいですけど、その俺とその人しかいないんだったら多分普通にやってあげますよね。トトロトトロ。はい。トトロ。猫バスのシーンですよね。猫バスですね。ね、本当に。じゃあおんぶしちゃおうっていうのもできますからね。あ、まあまあ、やってって言われたらちょっと考えますね。どうしようかなみたいな。ね、やっちゃダメ。そこはやっちゃダメ。男だったらちょっと嫌ですけど、女性だったらあの全然、はい、いける。つるちゃんはどうですか？あ、高校の時に一度そういうところに、はい、状況に置かれたことがあります、はい、相手は男性？あ、同じ高校の知らない子だったんですけど、二人で一緒に。男の子？あ、女子。女の子。はい、女の子。女の子だ。そこで声が芽生えるかもしれない。そうですね、 そうですね、僕らはそっから始まった。漫画的な一曲できますね。かっこいい。かっこいい。あ、じゃあ全然普通に、はい、どうする、それが男の人だったらできる？あ、そうですね、もう一応聞いてはみたいと思ってます。入りますかって。ちょっと緊張してるんですよ。入りますか？断られるかよ。逆に断られるかもしれない。そうです、ナチュラルに。ナチュラルに。リュニコさんは冷たい女と思われたかなって、できませんでしたっていう風に書いてますけど、うん、多分この3人でできますね。やっちゃいますね。そうですね。ボンバーさんもそうですよね。私ね、かつてね、はい、外国人の人がこうやって、はい、あの段ボールを持ってたんですよ。で、雨が降ってきて、はい、でそれでも歩いていたから、これはちょっとかわいそうだなと思って、普通にこうやって傘入れてあげてやりました、はい、そしたらなんかね、化け物を見るかのような目で見られて、なんだこの女はっていう。あ、だからあるらしいですよ ね、 でもね。そう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 。で、私があまりにも普通に何も言わずにパッてやったから、はい、その感覚が多分なかったみたいです。っごいびっくりされて、あの入るぐらい先に言えばよかったなとは思ったんですけど。ああ、なるほどね。はい、そうだから、その時から、あ、先に言葉を発した方がいいのかなっていうのは学びましたけどね。確かに、ね、普通に増えてったら、うえみたいな。知り合いだっけ。そう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 、ね、しでもそれはあれですよ、きっと向こうもあれですよね、分かってますよね。あ、多分なんかこう話しかけようかどうしようかって思ってるだろうなって、きっとね、はい、そうっす ね、 俺だったらね、入れさせてってこう念じますから。その前に、でも確かに自分からは入れてとは言えないですもんね。そうです ね、 ね、やっぱなかなか大変ですよね、それは。ね、確かにちょっとね、さすがにちょっとズーズーしい感じがしちゃいますもん。まあでも本当やらざるを得ない状況もあるかもしれないですけど。そうですね。そうそうそう、旅とかやっぱしてると。いやいや、きっとデニコさん、あのこういう温かい、ね、心を持っていらっしゃる方なの で、 そうですね、次の時はね、大丈夫です、できます、はい、できると思う。大丈夫です、大丈夫だと思う、はい、あの気をつけてください、一言添えてくださいね。入るって。はい。そう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 、どうみたいな。さあ、というわけで、はい、残りあと10分なんですよ。早いっすね。あっという間なんですよ。そうなんです。あの告知ごと先にしといた方がいいかもしれない。じゃあ先に告知ごとしますね。はい、お願いいたします。僕今度からとりあえずあの3週目とかするんじゃなくて、もう日本中どこでも歌いに行こうっていうスタンスやっていこうと思うんですけど、うん、ともかくその東京で一個一個なんか旅を通して得たものを形にしたいと思って、うん、とりあえず今度、今月の28日ですね、はい、僕の企画で、第1回芋煮会っていう、タイトルの、イベントをやろうと思ってまして、はい、その時にはですね、徳島県、兵庫県、山梨県から、シンガーソングライターが来てくださって、あのライブをやりますので、場所は吉祥寺のマンダラっていうところですね、はい、19時からスタートしますので、どうか皆さん来てください。よろしくお願いします。お願いいたします。あのなんで、はい、そもそもそんなに芋がくっついてるんですか？いや、なんか覚えやすいかなと思って。ポテイト、せっかくポテイトだし、ポテイト、うん、普通の名前よりいいかなみたいな。そもそもフルネームのその本名があるにもかかわらず、はいはい、なぜにそのポテイトになったんですか？一番最初は、うん、それこそ、つるちゃんぐらいの年の時に、うん、僕バンド組んだんですよ、はい、そのオーディションがあって、うん、でその時にじゃバンド名を決めようってなって、まあ、日本のバンドやっぱ英語の名前多いじゃないですか、うん、それじゃちょっと覚えてもらえないんじゃないかなと思って、そうやってひらがなにしようって言ってこう候補があったんですよ、うん、でその時に候補にポテトってあったんですよね、はい、くるりってご存知ですか？はい、存じ上げております。くるりとかぶるってなったんですよ、当時上から目線で。ひらがなと、ひらがなと3文字だけで、はい、それで、あ、まあダメだ、くるりとかぶっちゃうみたいな。じゃあ英語のポテトを、はい、そのひらがなに書いたらあんまいないんじゃないみたいな、そうです、ね、被ることないし、はい、覚えてもらえんじゃないっていうノリでつけたら本当にみんな覚えてくれて、だから会ったことない人もこういうチラシとか見て、はい、ライブスケジュール見て、
あなたがポテイトなのみたいな、えてか一人みたいな、もうほんと1年足らずでそのバンドは解散したんで、うん、そうすぐ、でもせっかく名前覚えてもらったから、じゃあそのままポテイトで行くかっていう、なるほど、ほんと大したことない、はい、いやそんなことないですよ、可愛い名前だと思いますポテイトね、覚えやすかったです、うん、ありがとうございます、はい、あ、あれ、あ、何今の、あ、かわいいね、ほんとともかくかわいい、うん、面白いです、ね、わー、ありがとうございます、いいよ、めっちゃいいよ、かわいい、ね、本当に癒される、うん、今日ほんと呼んでくれてありがとうございます、ありがとうございます、ほんとに鶴ちゃんに会えてよかった、ほんとですね、私も鶴ちゃんに会えてよかったね、あ、よかったです、今年いいことありそうな感じしますね、大きな収穫、ほんとですね、いやいやいや、ありがとうございます、あのキャッチフレーズがまだないので、鶴ちゃんなんかポテイトさんから生きのいい感じの、だからあだ名的な感じ、そうですね、はい、ボン、だからボンバーみたいな感じですか、そうです、ボンバーでもいいですし、はい、ボンバーみたいな感じもいいですし、ツルトンタン、ツルトンタン、それそれはツルトンタンでかなり大きな看板ですよね、ツルトン、そうですね、まあ、美味しいですけどね、なんかでもなんかシンプルがいいよね、はい、長くない方がいい気がするんだよね、あ、そうですね、なんだろう、ツルポンあ、ツルポン可愛くないですか、ツルポン、あ、ポン手が出たようです、ツルポン、あれ、あれ、大きいが出た、全部、全部あれセイジーさんに聞くっていう、話聞いてくれてただけで、そうですね、あ、ツルポン可愛い、ツルポンがいいですかね、織姫って感じもするけどね、いやいやいや、ツル姫、ツル姫、あ、ツル姫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 っぽくないですか、なんかツル姫いいじゃん、ツル姫、おつる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 いいじゃん、じゃ北千住、あ、おつるいい、おつる、おつるいい、北千住のおつる、北千住のおつる、いい、ね、なんか決まりましたね、浴衣とか着ちゃう、ありがとうございます、しかもその黒髪の感じがまた、そうそうそう、染めないでね、はい、その和のテイスト、わかりました、ね、そう、和のテイスト、色も白いし、はい、そう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 、あ、決まった、おつる、いいね、いいね、オッケーが出ました、おめでとうございます、ありがとうございます、つるちゃん的に大丈夫、おつる、はい、嬉しいです、ありがとうございます、あーね、これ書いてなんだよ、おつるってつぶやかな説明、めっちゃつぶやかな、あの時言えなかったよ、ノーってみたいな、あの芋野郎とひどい、怖いな、ひどい、めっちゃ声低くなって、あの野郎マジでふざけんなよとか言って、あ、生放送でした、すみません、ありえる、すみません、ありえる、やめてください、やめてください、すみません、おつるさん、あ、いいですね、おつるね、ありがとうございます、はい、おつるちゃん、おつるになります、あの4月とかにぜひ浴衣着てほしいですねほんとお願い、ね、そのうちなんかね取材でちょっと京都とか行くときもなんかね、あ、いいね、いいね、舞妓さんになっちゃいました、おつるですみたいな祇園市場からですみたいな、ぜひ祇園市場いやいや、いいですね、はい、決まりましたね、決まりました、これクレーム来たらすぐね変えちゃって、ね、それあのポテトさんに全部いきましょう、ね、万が一またメールが来てるポテイトのその独断でみたいな感じで、はい、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、1月28日ですか、ライブ決まってるんですね、はい、いや、じゃあ今後もあれですか、いろんな人たちを東京に呼んでライブもしてって、そうですね、で自分もどんどんもうまたツアーに行くみたいな感じで、もう3日後には今度九州ツアー行くんですよね、うん、で九州から戻ってきたらそのさっきの芋煮会やって、いいな、で2月はまた岡山県とか兵庫県行ったりとかしたりとか、はい、でまた東京でライブ、羨ましい、いやいやいや、九州って焼酎がうまいんですよね、焼酎ないっす ね最高なんですよ、お酒の話に、お酒の話 ね、もう止まんないっすよ、ね、何が一番好きですか、いや、その場所にやっぱ寄るんですよ、また、うん、それわかる、そうそう、まあ、でも九州とか行ったらやっぱその芋焼酎飲みたいとか、うん、ね、遠く行ったら残り時間あと5分ですよね、遠く行ったらやっぱ日本酒飲みたいとかね、あ、美味しいんですよね、いいな、新潟な、いいな日本酒がうまいですよね、そうそう、うまいですよね、本当に、そうなんですね、じゃああれですね、あのツアーで、歌も歌いながら、そして美味しいご飯も食べながら、 そして人と出会い、そうですね、いいですね、本当、うん、そうです、そうです、歌をどの時に作ってるんですか、どんな時なんですかね、シンガーソングライター、それこそ先ほどメールいただいたデニコさん、はい、もう本当に聞いていて気持ちがいいとおっしゃっていただいてますからね、ありがとうございます本当にデニコさん、うん、なんかでも曲が先にできることが多くて、うん、例えばまあギター弾きながらの時にポロンポロンってなんか一緒に口ずさんでた時もあれば、なんか走ってる時とかに、なんかこのメロディーいいなみたいな感じで覚えておいてとか、うん、であとなんかテーマみたいな、ああいう歌書きたい、ああいうメッセージ書きたいっていうのがもしあったら、まあその何、まあ、テーマだけ決めといて、うん、でなんか考えるみたいな、今あればそうそう、なんか口ずさんだ時にとっさに出てきた言葉が、はい、そのままなんかフレーズでいいから取っときたいなっていうので、そこから広げるときに、そうですね、
あのこの間お誕生日1月5日ですね、お誕生日だったということですが、はいはいはい、今年はどんな年にしたいですか。今年はそうですね、もともかくもっともっ と、いろんな人とその会いたいし、その音楽を通して、だからなんだろうな、その1日1日をもっと音楽を、音楽の時間をもっと増やしていけるような状態を作れたらいいなっていう思い で、 いいで、ね、あのやってますので、うん、皆さんよろしくお願いします。本当に最後の時はちゃんとカメラ見るっていうね、決まってますね、見えるから抜かりない感じがいいですね。 やった方がいいかなみたいな。なんかあるおつるちゃん、おつるちゃんは、おつるよ、おつるなんか質問とか、質問はござらぬか殿ですね、殿すごくおつるはよく緊張するんですが、うん、あのポテイトさんはすごく緊張した時はどのように対処しているのかちょっと気になったので。分かんないな、どうしてんだろうね。もう生まれつき緊張しない。いや、する時もあると思うけど、はい、でもそれをごまかすのは得意だと思うんだよね。だからその緊張はしてるけど、はい、いざ本番になったらもう行くしかねえじゃんっていう感じで、シャーみたいな感じで行くと、はい、案外こう開き直るじゃないけど吹っ切れると思うんだよね。そのどうしようどうしようっていう不安だけのままの状態で出ちゃうと、はい、多分その余韻に引っ張られちゃうけど、はい、その本番出る前にいや行くしかねえじゃんともかくみたいな、ペンペンみたいな感じで行くぜみたいな感じで、はい、シャーってなんか気合い入れたら、うん、まあ、だいぶやっぱ違うと思うよ、はい、ありがとうございます。どういたしまして、あれあれお声が、あ、お声あれおつるです、あれお声あれ二人おつるが、あ、おつるダッシュですか。いいおつるです。あれ、おつる2です。あれ、じゃあ来週もあれですね、あのアシスタント席に、あ、おつる2が、おつる2、呼んでください。なるほど。というわけで、あっという間に、やばいですね。こんなに早いと思わなかったエンタメライブ。じゃあ普通に今度飲みましょうか。そうですね。みんなでね、コークハイ好きだから。そう、おつるコークハイだからね。ウイスキー好きですか。ウイスキーも好きです。あ、じゃあボトルで入れましょう。格でじゃ。格ボトルで、はい、行きましょうか。はい。ね、お願いします。おつるは今年はどのような年にしたいですか。今年は目標を決めておりまして、はい。毎日ドド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 ドン、毎日新しいことをしてます。毎日毎日しようと、はい、例えば、例えば最近やったのだと、あの10メートルで1メートルに1回振り返るっていうのを。ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、おつる、ちょっと待って、おつる、残り1分でこんな話題が出てくるか。おつる変態、変態、おつる、おつるが一番変態だった。え、ちょっと待って、10メートル歩くと1メートルで1回振り返るってことは10回振り返るってこと。そうなんです、10回振り返ってみたことがなかったので振り返ってみようと思って。おつるあと1分。 おつるの話題も、もうおつるまとめて、まとめて、ま、なるほど。そっか、まあでも確かやってる人は少ないかもしれない。そうだね、少ないかもしれないっていうか皆無かもしれないね。大物だよ、大物。もう間違いなく、まさかのこの30秒でね。はい、というわけでですね、1月12日火曜日の、千住でクロスエンタメライブはこの辺でお別れです。今日のゲストは、ポテイトさんにお越しいただきました。はい、ありがとうございました。そしてですね、今日見れなかったという方、アーカイブがありますので、ぜひアーカイブの方もお楽しみください。というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。また呼んでください。今年もよろしくお願いいたします。はい、また来週、バイバーイ。 Tell me why again、 そのわけをもう一度